ふむふむ、初めて見る木だな。広葉樹と違い、トゲが特徴的なので何かに利用できそうだ。よし、伐採して研究してみるぞ。女王様、珍しい木を見つけたみたいだな。それはトゲの木ですよ。トゲを利用すれば防衛設備に役立ちそうです。研究すればいろいろな資材に利用できるかもしれませんね。そういえばお前たち、指示していた貯水槽は完成したのか？バッチリだぞ。こんな感じで問題ないですよね。うむ、既存の池を貯水槽代わりにすれば問題ないぞ。でも貯水槽をなんで増やしたんですか？水を利用する施設をこの付近に建築する予定だからだ。確かにこの場所だと、地上にある貯水槽とかなり離れていますよね。作業の効率化だな。確か前回病院を建築すると言ってましたよね。ああ、まさに病院関連の施設を建築するつもりだ。女王様、イタチ族の気配がするぞ。ふふ、ようやく攻撃してくるか。新兵器、地震の振り子の出番ですよ。罠が危険なので私以外は入ってくるなよ。よい。西側の討伐は女王様にお任せいたします。お前たちは南側を殲滅するのだ。この兵、ラットを皆殺しにするんだ。地上にトラップがあるぞ。ふふ、このトラップを突破できるかな。すげえ、敵をボコボコにしてるぞ。足止めされている敵を一方的に圧死させています。お、恐るべし。よしよし、味方を巻き添えにする以外は完璧だな。これはすごいですよ。うは、なんて奴らだ。よし、こちらは片付いたぞ。南側もほとんど片付いたぞ。我々の圧勝でした。今回の新兵器で町の防衛力が格段に向上しました。これなら簡単には町に侵入できないですよ。キャハハ、最強都市だぞ。ただし、イタチ族がどこまで兵力を増やしてくるか未知数です。油断は禁物だ。慎重に対応していくぞ。承知。それでは医療関連の建築を開始していく。まずは製薬所からだ。医薬品を製造する施設ですね。これがないと始まりません。具体的には何を製造できるんだ？主に医薬品とポーションになるぞ。へぇ、ポーションなんて製造できるんですね。ポーションは生活用品で、飲むと追加効果があります。体力が回復するポーションはいいな。再生のポーションのことだな。水とノクシリンがあれば製造できるぞ。あれ？ノクシリンってどこかで聞いたことがありますね。確か巨大ゾンビラットを倒した洞窟ですよ。あの気持ち悪い場所か。どうやら緑色の液体がノクシリンらしく、それが再生ポーションの原料になるようだ。なるほど、ここで出番ですか。採取担当者を1名割り当てて確保するぞ。ただここはかなり遠いぞ。鉄道を敷いて移動時間を短縮化する工夫が必要ですね。今は作業担当者に余裕があるので、すぐに開始しましょう。よし、ノクシリン確保開始する。ふう、ようやくノクシリン鉱山に鉄道が完成したな。なかなか大変だったけど、これで大幅に移動時間が短縮されたぞ。あとはノクシリンを大量に採取するだけです。すでにオスカーさんが作業に当たっています。ノクシリン鉱山はかなり危険なので、しっかりマスクを着用していますね。どうやら大量に摂取すると有害みたいだ。ゾンビラットのような化け物にならないよう注意しましょう。さて、これで一通り準備も終わったな。次は何を建築するんだ？医薬品が完成したので、病院と医療ベッドを建築していくぞ。病院があれば、倒れている住民を護送してくれますよ。毎回女王様が運んでいたので、これでようやく楽になりますね。住民は作業中の事故でよく瀕死になるからな。特に高所からの落下事故が後を絶ちません。それでも今のところ死者ゼロ名なのは、女王様の手腕のおかげです。さすがとしか言いようがありません。女王様、スケサブローから電書が届きました。お、もしや外交の件か。探索の結果、現在3種族と交渉できるようになったとのことです。やっこい、スケさんナイスでちゅ。おお、これで貿易も開始できるんじゃないでしょうか。地図を見たところ、ソルデム、ウッドウェブ、フレイヤの3カ所ですね。女王様、もし貿易を希望されるようなら、有効度を上げないと難しいようです。どの種族も全て有効度が50ですね。よし、それならプレゼントを渡し、有効度を上げていくぞ。プレゼントは何にするんだ？ここはお金が一番無難だろう。物資だと種族によって好みが変わるので難しいですよね。ひとまず有効度が80になるまでプレゼントしましょう。現在国庫に4万程度あるので、資金が足りなくなる心配はないです。ここは貿易するために、どんどんプレゼントしていくんだ。次は貿易を開始するために貿易場を建築するぞ。物品を取引する施設ですね。こちらが完成すれば、いよいよ貿易を開始できるな。貿易によって通貨を得られれば、さらに町の経済規模が発展することになりますよ。これは今後が楽しみです。がっぽりお金を稼ぐんでちゅ。女王様、ご報告です。
病院が無事完成したとのことです。お、本当か。見てください、綺麗に装飾された部屋になってますよ。なかなかいい感じじゃん。砂岩の壁紙に、花鉢が飾られています。よし、これにて病院は完成だな。緊急時はこちらに護送治療しましょう。お前たち、次はそろそろ応急の建築を再開するぞ。最近忙しくて中断していましたよね。すっかり忘れていたぞ。まあ至急性はないですからね。私が建築の指示を出すので、お前たちは資材を運搬してくるのだ。ありゃ。はぁ、はぁ、はぁ、ようやく王宮の上層部まで来たぞ。女王様、お疲れ様でした。でも完成にはまだまだ時間がかかりそうだな。これはお仕事になりそうです。この調子で言ったら、完成まであと100日くらいかかりそうだぞ。とんでもない王宮を建築しようとしてますよね。何しようとしてるんだ。ふふ、それは完成後のお楽しみだ。顔が怖いんですけど。嫌な予感しかしません。お前たち、ひとまず王宮の建築は中断するぞ。貿易場が完成したので、早速取引を開始しようではないか。やっほい、待ってました。それで今回はどの種族と取引するんですか？まずはこれを見てくれ。こちらは現在見つかっている種族についての情報ですね。なるほど、それぞれの種族ごとに取引できる内容が違うんですか？その通りだ、そのため希望の商品を取り扱いできるかが重要となる。今回はどうするんだ？現時点で輸入は必要ないので、大量に余っている穀物の輸出をするぞ。そうなると必然的にフレイヤとの貿易になりますよ。ここしか輸入は受け付けてないもんな。そういうことになるな。取扱い商品が固定されているなら、早く他の種族も見つけておきたいですね。スケサブローさんに頑張ってもらいましょう。以上で貿易についての説明は終わりとする。基本的には町で生産された商品を大量に輸出していく方針だ。やはは、美味しそうな食料があったら買うんだぞ。食べたいんですね。チーズ食べたいでちゅ。食べることしか考えてなくてさ。さあ、どんどん行くぞ。次は養蚕場の建築をするぞ。おお、蚕を育てる施設ですか。そうなると目的は繭ですね。ああ、蚕の繭から絹を製作することができるからな。絹は布よりも肌触りが良く、見た目も上品なため高級素材となります。へえ、すごいじゃん。ゆくゆくは現在の衣服から絹製の服に変更しようと思っているのだよ。それは楽しみです。女王様、蚕の火って何が必要なんだ？食料になる葉が必要だぞ。葉ならいくらでも栽培できるので楽勝ですね。繭を大量に確保しましょう。それとお前たち、今後王宮を建築するために粘板岩が大量に必要だ。もし周辺で発見したら採掘するので知らせてくれ。ラジャー、探索を強化していきましょう。女王様、蚕の繭は順調に採取できています。うむ、この調子で頼んだぞ。うげぇ、幼虫は気持ち悪いんだぞ。虫嫌いのフランさんは、この場所に入らない方がいいですよ。女王様、場所を扉で区切っていますね。虫関連の施設をまとめるためだ。いずれ隣に養蜂場を建築するぞ。なるほど、そういうことですか。そういえば女王様、新しい植物を発見したんだぞ。お、まさかこれはベリーじゃないか。ラットサイズだと実が大きくて、食べ応えがあったんだ。早速食べたんですね。フランさんが我慢できるはずがありません。種を採取して栽培するのもありですよ。うむ、新しい食材として確保しておくぞ。食事の幅が広がりましたね。お前たち、次の建築を開始したいのだが、事前に鉄道の解体から始めるぞ。もしかして機械1階の鉄道か？どうかしたんですか？どうやらこの場所の鉄道はほとんど利用されていないようだ。どうも住民たちは距離が近い経路で移動するようです。鉄道を利用した方が早く到着するのに、最短距離の経路を選んでしまうんですよね。おバカさんでちゅねー。仕方ないので鉄道は撤去しサービス施設の建築をするぞ。今回は何を建築するのでしょう？ラットたちを教育するために学校を建築する。おお、ついに教育を開始しますか。学校は優秀な人材を育成するために必須の施設ですよ。これからは全住民に教育を受けてもらいましょう。おいフラン、貴様も当然学校に行くのだぞ。ラットになったフランさんなら卒業できるかもしれません。勉強なんてしたくないでちゅ。バカ者、最近戦闘が少ないから暇だろうが。せっかくなので学校で勉強しましょう。というか、フランさんに拒否権はないですよ。いやだ、絶対嫌なんだ。もう泣いてますよ。女王命令だ、行け。はい、行きまちゅ。いつものパターンですか。どうせ生かされるんですから、殴られる前に承諾してくださいよ。バカなやつだ。とにかく学校が完成しました。これで住民たちの学力が向上するでしょう。
フランのモチベーションは低下したけどな。そうですか。さて、キリもいいので今回はここまでとするか。皆さん、お疲れ様でした。お前たち、次回は兵士を増員し、ニッキーたち族の族長を討伐するぞ。やっほい、やっと標的を倒すのか。果たして族長がどの程度の強さなのかですね。下っ端の戦闘力を考えると、相当な強さだと思われます。安心するのだ、我々も訓練しかなり強くなっている。そうだぞ、もう弱かった昔のラット族じゃないぞ。ついにイタチ族に逆襲する時が来ました。ここが正念場ですね。ふふ、イタチ族の族長を討伐するぞ。ゴービス大王様、出撃した部隊がまたも全滅しました。だ、大変ですぞ。ここまで誰も生きて戻ってきていません。ぐ、どういうことだ。兵士が恐ろしく強く、そして防衛設備が凶悪なためだと思われます。ラット族め、以前とは明らかに違うぞ。おそらく新女王が優秀なのでしょう。ぐ、どうしたものか。大王様、噂では女王自らこちらの拠点に攻め込んでくるようです。ぐははは、それは好都合だ。最終兵器を投入してやる。まさか奴を出すんですか。それならこちらの勝利は確実です。ラットども、来い。みんな戻れにしてやるわ。